フランソワ・フランクールは、フランスの作曲家。パリ出身。父のジョゼフは、バスバイオリン奏者で、王の24人のバイオリン奏者の一員だった。15歳で、王立音楽アカデミーに、バイオリニストとして入り、ヨーロッパ各地を回った。パリに戻った後はコンセール・スピリチュエルで演奏した。1730年に、王の24人のバイオリン奏者のメンバーに選ばれ、 1739年にオペラの音楽教師となった。1744年、生涯の友人ともなるフランソ・ワルベルと共に、王立音楽アカデミーの音楽監督に任命された。1757年にその権限は拡大され、運営のすべての面を担当することとなった。大規模な財政赤字、規律の欠如、ブフォン論争と呼ばれるフランスオペラ支持派と、 イタリアオペラシジ派の対立への対処など問題は多岐に渡った。ルイ15世はフランクールを1760年に王の音楽教師に任命し、1764年に貴族に列した。その後、1767年にフランクールとルベルは王立音楽アカデミーを解任されたものの、1772年に二人は総監督として復帰し、 フランクールは死去する3年前までその職にあった。現存する作品には、バイオリン・ソナタや、ルベルと共作した銃のオペラがある。上品で癖の少ないロココ風の作風である。フリッツ・クライスラーが、フランクールの作品だとして発表した、シチリアーのトリゴドーンは、後に、クライスラー自身による偽作と判明した。ありがとうございます。